ナックルボールを投げるティムウェイクフィールド。人差し指と中指をボールに突き立てているのがわかる。ナックルボールは野球における球種の一つ。限りなくボールの回転を抑えた形で投じられ、保守に届くまでの間に不規則に変化しながら落ちる変化球である。名前の由来は曲げた指の第一関節部分でボールを握り、突き出すように投げるからという説。この変化球を投げていた。 エディシーコットのニックネームが、ナックルズだったからという説、トットラムジーが投げていた、ナックルカーブとよく似た変化をしていたからなど、メジャーリーグの文献によっても諸説ある。略してナックルとも言う。また、この球を中心に投球を組み立てる投手は、特に、ナックルボーラーと呼ばれる。ほぼ無回転で放たれたボールは左右へ揺れるように、不規則に変化しながら落下する。その様は、 氷の上をツルツル滑るような変化、この葉がひらひらと落ちるような変化と形容される。右へ曲がったボールが左に曲がって戻ってくるなど、常識的には考えにくい、不規則な変化から、時として現代の魔球と呼ばれる。ただしその変化は打席に立っていないとわかりにくく、球速も遅いため、スタンドの観客にとっては、ただのスローボールのようにも見える。ナックルの描く軌道は、 打者は、愚か受ける保守や投手本人にすら、全く予想がつかないものであり、球種が分かっていても、容易に打てる球ではない。そのため、ナックルだけを投げ続ける投球で打者を抑えることも、可能である。欠点としては、同じように投げても、変化が小さいとただの遅い球になってしまう可能性があることや、不規則な変化のために、緻密なコントロールは、不可能で。 相手の欠点をつく投球、状況に応じた配球というのは難しいことなどが挙げられる。そのため、ナックルボーラーには、打者との駆け引きよりも、ナックルの投球に集中することが要求される。また、自然条件の影響を受けやすく、投球内容に大きく差が出てしまうこともある。また補給も難しく、ナックルボールをはける保守に限定されてしまう。 1910年代に活躍したエディシーコット以降、メジャーリーグでは多くのナックルボーラーが活躍してきた。フィルニークロとその弟のジョーニークロが、その代表例で、兄のフィルは通算318勝、弟のジョーは通算221勝を挙げている。また、ホイト・ウィル・ヘルムとジェシー・ヘインズは、電動入りを果たしている。 2011年シーズン限りで引退したティム・ウェイク・フィールドはボストン・レッドソックスなどで長く先発ローテーションを務め通算200勝を挙げた。2012年には R.A. ディッキーがシーズン20勝でサイ・ヤング賞を受賞した。一方でナックル・ボーラーは減少傾向にあり現役メジャーリーガーは2019年現在ボストン・レッドソックスのスティーブン・ライトのみである。 日本でプレーしたナックルボーラーとしてはロブ・マットソンやジャレット・フェルナンデスが挙げられる。なお、ナックルカーブは名前や握りこそ似ているが全く異なる変化球である。ナックルボールにはマグノス効果による揚力がほとんど働かず、フォークボールのように縦に落ちる。球が完全に無回転であれば落下するのみであるが、リリースからホームベースまでに4分の1から1回転と、 わずかに回転することで空気にぶつかる縫い目の位置が不規則に変化し続け、この縫い目と空気抵抗による不規則な交流の変化が球の軌道を不規則に変化させる。ナックルは左右の変化が顕著だが縫い目の効果は上下にも作用しており、さらには縫い目の位置によって交流の大きさも変化するために減速効果も変化してボールの速度も乱れることになり、 上下左右前後あらゆる方向に不規則に変化している。また、完全に無回転な球が投げられても空気と縫い目の一つが最初にぶつかることで球は緩やかに回転を始めるとされている。この原理からナックルはごくわずかな回転と縫い目の向きが重要だとされる。ナックルボールの変化について、福岡工業大学教授の溝田武人が流体力学の研究の一環として、 論文を発表している。ナックルボールの握りのレイナックルの投法を確立したのは1910年代に活躍したエディシーコットであるとされる。基本の握りとして手の甲を上にして親指と小指でボールを真横から挟み残りの指を上から突き立てるものが一般的でこの握りを三本指と呼ぶ。ボールを指から離す際に手首を固定し ボールに突き立てた指で押し出すように回転を殺しながら、投げる。他にも薬指を小指と共に寝かせ2本指を、突き立てる2本指と呼ばれる握りや、すべての指を寝かせる握り、ボールを握る際に指を縫い目につけるか離すかなど、投手により、様々な違いがある。特殊な握りとしては、渡辺亮のツーシームに、中指と薬指を立てて、人差し指を伸ばす握りなどもある。 ナックルの投球はリリースを安定させる必要があるため下半身をあまり激しく動かさず大きく振りかぶらずに投げる投法が独特な動作になるため打者に球種の判別はされやすいが前述の通りにナックルボーラーの投球はほとんどがナックルであるので特に問題はないナックルは他の球種とは投法が大きく異なり併用が難しいのでナックルボーラーは ナックル以外の球種をほとんど投げず、通常の投球スタイルを持つ投手がナックルを投げることは稀である。また、投法のみならず、通常とは異なるナックルに適した爪の長さや強度の維持、ナックルボーラー専用保手の存在など、一般的な投手とは違う面を持つ場合が多い。ナックルは全力で腕を振らないフォームから投じられるため方や、肘にかかる負担が少ない。そのため、 ナックルボーラーは総じて選手寿命が長く40歳、大後半まで現役で活躍する選手も少なくない。ナックルは軌道が予測不能であるためにプロの捕手でも補給が難しい。ナックルボーラーが当番する場合はチームの正捕手とは限らずにナックルボールの補給が得意な捕手とバッテリーを組むことが多い。 例えば前日のウェイクフィールドが登板する際は、当時、レッドソックスの正捕手だったジェイソン・バリテックが2004年のポストシーズンで1イニング3ホイズを犯すなどナックルの補給を極めて苦手としていたため、専属捕手としてダグ・ミラベリが起用されていた。ミラベリは、ウェイクフィールドとバッテリーを組むときは、野球用のミットではなく、クッション量が少なく補給面積が大きい通称 P1。 バスケットと言われるソフトボール用のミットを使っていた。2005年オフにミラベリがサンディエゴパドレスにトレードに出された際、翌年は当初ジョシュバードがベークフィールドの専属保守を務めていたが、バリテック以上に保一が多かったことから、レッドソックスは5月にバードとのトレードによりミラベリを戻している。他にも補給の難しさを示す記録として、 チャーリー・ハフとバッテリーを組んだジーのペトレリの1イニング4ホイツの記録がある。また、保守は完全に補給するまでボールから目を切れないことから、早めに送球体制を取ることができず、急速の遅さも手伝って、通るを許しやすい。そのため、ナックルボーラーには、牽制球やクイック等の技術も要求される。そのため、ナックルボーラーと言われる投手のほとんどは、 ワインドアップモーションから投球することはない。常にセットポジションから投球する投手も多い。緩球差の見せ玉として利用する投手は日本球界にも存在したが、日本人選手でナックルを本格的な決め玉とした投手はほとんど皆無といえる。ナックルでストライクを狙って取ることができた投手や、ニークロ兄弟ほどの大きな変化をさせる投手は登場していない。これの理由としては、 日本で使われている水野の玉では縫い目が低くて空気抵抗が小さいためとも言われており、後日のジャレット・フェルナンデスも日本では活躍できずに終わっている。2008年に引退した前田義長がナックルの握りを使いこなして実績を上げたが、ボールが終盤で縫い目から回転を始めるのに対し、彼のナックルは微妙に回転がかかっており、また休息も 時速 120km 近辺であったため、ナックルチェンジやナックルフォークと呼ばれることがある。1953年から1965年の間、阪神タイガースに在籍した渡辺翔造は、ショーヤン、ボールと呼ばれたスローナックルを投げたことがある。後に、渡辺は、球速はおそらく時速 50km ぐらいだったと思うと述べている。 1994年のドラフト1位指名で、ヤクルトスワローズに入団した北川哲也は、独自に開発を加えたというナックルを武器としていたが、一軍ではあまり通用せずプロ234勝に終わっている。また、2005年、当時千葉ロッテマリーンズに所属していた小宮山サトルは、ホークボールの握りで、時速80キロメートル台の球速で、 ナックルのように揺れながら落ちるシェイクという球種を開発し試合中に使った。ただし、この球種は基本的に点差の開いた場面でしか投げなかった。外国人選手では1962年から1969年にかけて阪神タイガース及び近鉄バファローズに在籍したジーン・バッキーがナックルを決め玉として活躍し、 1964年には29勝を上げ最多勝利、最優秀防御率、沢村賞のタイトルを獲得する活躍で、通算100勝を上げている。また、1998年から2004年にかけて、広島カープ及び千葉ロッテマリーンズに在籍した、ネイサン・ミンチーは多彩な変化球の中に、ナックルも交えた投球を見せ、2001年には、 最優秀防御率のタイトルを獲得するなど日本球界在籍7年で通算74勝の実績を挙げた。2017年にはオリックスバファローズにナックルを決め玉とするフィルコークが入団した。投球の多くがナックルである投手としては1998年に近鉄バファローズに入団したロブ・マットソンが日本球界では初である。マットソンは 時速 130km 台中盤の速球に時速 110km 程度と時速 60km 台の2種類のナックル、カーブなどを組み合わせ9勝を上げたが、翌年には攻略され解雇されている。2007年には投球の6から7割がナックルで、速球は時速 120km 前後というスタイルのジャレット、フェルナンデスが広島に入団したが、 防御率6.04の成績に終わり1年限りで解雇されている。2009年に発足した関西独立リーグに所属する神戸9クルーズは2008年11月のドラフトでナックルボーラーの女性投手吉田入りを指名して注目を集めた。ナックルボールの外されるエディシーコット漫画でナックルボールが出るときはボールが増える。 ボールが分裂するという表現が使われることが多い。軌道が変化していることを描くには、複数のボールを同じコマ内に描かざるを得ないためで、あるが登場する際はナックルであるとの説明が入り、基本的に休息も遅いので、空想の産物である分身魔球とは区別されている。ありがとうございます。